ロサンゼルスにあるハリウッド外国人映画記者協会の建物の外観ハリウッド外国人映画記者協会はアメリカ合衆国の映画業界をカバーするヨーロッパ、アジア、オーストラリア、ラテンアメリカの新聞、雑誌記者による団体である。2014年1月時点で88名の会員を抱えている。協会は毎年1月にゴールデングローブ賞の授賞式を ロサンゼルスで開催している。1943年、情報伝達をスムーズに行えるように、ロサンゼルスを拠点とする外国人ジャーナリストによって、全身組織、ハリウッドフォーリンコリスパンデンツ・アソシエーションが設立された。最初の受賞式は1944年初頭に、映画業界の実績を称すために20世紀フォックスの非公式パーティーとして実施された。 主演女優賞は、ジェニファー・ジョーンズ。主演男優賞は、ポール・ルーカス。作品賞は、聖書女が受賞した。賞は、スクロール形式で発表された。1950年、教会は意見の対立により、ザ・ハリウッド・ホォーリン・コリスパンデンツ・アソシエーションと、ザ・ホォーリンプレス・アソシエーション・オブ・ハリウッドの二つに、 分裂するが、1955年に対立が終結すると両団体は現在と同盟のザ・ハリウッド・フォーリン・プレス・アソシエーションとして再スタートした。1955年度よりゴールデング・ローブ賞にはテレビ部門が新設された。2011年時点で映画14部門、テレビ11部門の賞を設けている。 ハリウッドを外国人映画記者協会に所属する日本の会員は以下の4名。2021年、協会が20年近く新たに黒人会員を迎え入れていないことが問題視された。ドラマ、グレーズ・アナトミーのクリエイターなどで知られるションダー、ライムズはアフリカ系を起用したドラマ、ブリジャートン家の記者会見を行ったところ、ハフパの記者が一人も来なかったと暴露。これをきっかけに、 ハフパが以前からアフリカ系の俳優が主役を務めるドラマや映画を礼遇していたのではないかという疑惑が持ち上がった。同年5月7日、アマゾンとネットフリックスがゴールデングローブ賞をはじめとする協会との関係をボイコットすると発表した。続く5月10日、HBO などを参加に持つワーナーメディアがボイコットを発表した。同日、長らく、 ゴールデングローブ賞を放送してきた NBC が2022年の受賞式の放送を行わないと表明した。こうした批判が上がる中スカーレット・ヨハンソンは声明を発表し、ハフパの記者会見では性差別的な質問やコメントが多いと指摘。抜本的な解決策が取られるまで我々はハフパから距離を置くべきだと俳優に呼びかけた。これを受け、 これまで7回ノミネートされ、主演男優賞や助演男優賞など、計3度受賞している俳優のトム・クルーズが、贈られた3つのトロフィーをすべてハフパ本部に返却していたことが、ABC テレビやピープル誌などによって報じられた。ハリウッド俳優の中でもトップクラスの俳優が、同協会に抗議する姿勢を表明したことで、他の俳優たちが後に続く可能性は高いと見られている。 ありがとうございます。